淵上彩子は、日本の政治家、トランスジェンダー、北海道議会議員、佐賀県小木市出身。男性として出生し、当時の名前は大輔だったが、好意を持つのは、小学生の頃より男性だった。1993年3月、佐賀県立小木高等学校卒業。1997年3月、富山大学理学部生物研環境科学科卒業。 1999年3月、北海道大学大学院地球環境科学研究科修了。同年、北海道大学低温科学研究所に勤務。2000年、農林水産省北海道農業試験場にて勤務。米の品種改良に取り組む。2001年に、すすきのの小クラブのダンサーとなる。2006年に、性別変更し、戸籍名も改めた。 小クラブの客であった北海道議会議員の北口、友好に誘われ、正解入りを決意する。2019年1月15日、立憲民主党札幌支部は、人気満了に伴う北海道議会議員選挙、札幌市東区選挙区の公認候補として、淵上の擁立を決定。同年4月7日に行われた2019年、北海道議会議員選挙に、 立憲民主党の公認と社民党の推薦を受けて立候補し、順位3位で初当選した。都道府県議会の LGBT 議員は日本で初となる。4月30日に就任。政界入りは性的少数者が暮らしやすい、社会づくりが目的で背景には小クラブの元同僚の自殺もあったという。札幌市のパートナーシップ宣誓制,制度を全道に広めることを目指す。 同年7月2日、第2回定例同議会で初の一般質問を行い、LGBT をめぐる課題について質疑を行った。これに対し、鈴木直美知,知事は偏見や差別のない社会を作ると答弁した。議員活動の傍ら、道内各地で講演会や勉強会などに参加、LGBT への理解を広める活動を行っている。 2020年1月18日には佐賀県教職員組合に呼ばれ佐賀市で講演した一家トランスジェンダーを公表している地方議会議員ありがとうございます。